Before the Mount Fuji, the great wave is crashing down the boats. Will the boatmen survive? This is the most famous ukiyo-e print designed by Kazuhika Hokusai. Since Japan opened her borders 150 years ago, ukiyo-e industry has been swept by waves of modernization. But this woodblock printmaking craftsmanship does not die out. Thanks to the publishers and craftsmen who struggle to survive, believe the great wave. Ukiyo-e literally means pictures of the floating world. Captured the life of the Edo period of Tokyo, ukiyo-e is known for its technical excellence. In the past, it must be completed by a teamwork of publisher, artists, carvers, and printers.浮世絵版画というのはどうして生まれたかって言いますとね、もうすでにご存知と思いますけども、まあ、今でいうインターネットとかマガジンの役目、情報誌だったわけですよね。ですからもう庶民がお安く買って楽しんで、あ、見たわ、でも捨ててしまうような、そんな風にして楽しんでたわけです。ですから額に入れて飾るなんてことは江戸時代なかったわけですからね、手に取って楽しんで、いらなくなったら襖が破けてたらそこに貼っちゃうとか、かまどでこう入れてね炊いてしまうとか、いろいろあったと思うんですけど、とにかく生活文化の一番下にあったかもしれませんね。 Although ukiyo-e artists have all become part of history, the woodblock prints which were published in the Edo period are reproduced as works of art. Yoseki Sekiyaga has carved for 42 years. Woodblock carving is his lifetime job.うちのおじいさん祖父が、初代先例といいまして、すり師をやってまして、でうちの父が2代目先例を継いで、で私は本来は私は3人兄弟なんですよね。高校出る時に、じゃあ親父俺後継ぐからっつって言ったら、うちの親父がその時に、まあ、約42年前ですか、その時にすり師は若い人がいると、まあ30代40代の人が結構いる、ただ堀師の親方はもうみんな50代60代で、みんな後継者がいないんだと。そうするとあと10年20年すると堀師がいなくなっちゃうから、自分がすり師と一人前になっても、まあ全体的に堀師がいなくなっちゃえばそういう仕事がなくなっちゃうから、堀師になった方がいいんじゃないかと。であとはあともう一つの理由としては、すり師として教えられるのは、まあ他の親方が教えてる人がいないんで、自分しかいないとね。でやっぱり自分家でやるとどうしても甘くなるじゃないですか、甘くっていうかね、だから他人の釜の飯を食えと。それで私が、お世話になった大倉半兵衛っていうところはもう何人も弟子を育ててるから、そこ行けばまあ一人前してくれんだろうということで、大倉さんに行きなさいって言われて、うちからもう本当に千駄木で歩いて7分ぐらいの距離なんですよ。距離なんだけど、大倉の親方がうちは住み込みだけだと。だ住み込みで行って、月曜日から土曜日まで仕事やって、土曜日の夜帰ってきて、また月曜日の朝出ていく。例えばこういう四角を掘る時ですね、皆さんはこういうふうに持つので、角度この角度しかできません。そうするとこちらはこの角度でいいんですが、こちらこういうふうに掘るとダメになってしまうので、できればこういうふうに全部台形に掘りたいわけです。でそうすると皆さんが持ってるやつですと、こう左側しか掘れないので、板を回してこういうふうに、でまた回してこういうふうに、それでこう一こっちとこっちで一周したわけです。To carve a line as thin as 1 millimeter wood
is also very important. でこれはまず、一番は硬いんですよね。硬くて粘り強くて重いでしょ、うん、重いってことはとても硬い木なんですよね。で表面ちょっと触ってみてツルツルでしょ。でこの木と木の例えばこれ年輪ですよね。でまあ冬になって春夏秋と伸びて冬になりますよね。そうすると冬とかどうしても硬くなるんですよ。それがもし顕著ですとこれやってるとゴン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 と掘っててなっちゃうでしょ。だからこれはなんないで粘り強い練り羊羹、練り羊羹の硬いみたいな感じなん で密度が濃いんですよね。でカンナで削るとこうやってツルツルになる。でそれが一番版木に向いてるんです。美人画の本当の髪の毛の生え際っていうとか本当に細かいのはすごい細かくてこうくるってこう回ってたりとかね、もうすごいリズミカルで、うん、本当に髪の毛より細いような線を彫らなきゃなんないんで、技術的にはそこが一番難しいです。掘る人にしてみればただ単にこう凹凸ができて掘り上がってれば掘れてるっていうことでは正直ないわけで、それは掘るっていうのは目的がありますよね。それは例えば絵師が描いた絵をそのよりよく掘れてるかということもありますし、あとはそれは掘ったものはする人が使うわけですから、ね、する人がよりすりやすいようにとか、そのすった時に完成にきれいになるようにじゃあ角度はどう掘るかとか、そういうことも含めて掘るという技術がありますから、する人にしてみるとやはりその例えばぼかしが難しいとかいろいろありますけれども、例えば皆さんで目の見えないところですと髪の管理、いわゆる髪の伸び縮みとですね版木の伸び縮みのコントロールすること、あと絵の具をきちっとつけることだとか、そのパッと見ではなかなか皆さんは分からないようなことに非常に難しさがあって、で一番はですねやはりそれアートではないので、例えばこの仕事を仕上げるのには何日でやってくださいっていう、結局この仕事に関しては結局コストがやっぱ商業印刷ですからあるわけですよね。その中でそれいかに工夫して技術を磨いてできるようになるかっていうような、そういう難しさもありますので、ですから非常にこう一概になかなか言えないですけれども、この業界入る人が少ないですよ。Matsuzaki Kazaburo has worked as a printer for 65 years. Although he's turning 80, he never thinks of quitting his job. ね、私がこの業界に入ったのは昭和27年、今平成27年か29年かね、やっぱりこの和紙、これがね紙が今500円します、この大きさで。それでねこの色をこの中へ擦り込みます、染み込ます。こういうふうにそれで色の体色も印刷機です、印刷したよりも体色しにくい、ね、顔料ですからね、ものよりこう重厚ですね、見た目が。こういうのが機械だよね。まあこう見てくださいよ、その見た目がえらい違うでしょう、刷り物とその印刷物ではね。まあ、和紙はこの構造、三つ股というようなその木っていうかそのものを使うんですけど、このあれでしょ、用紙はチップっつっていろんなその材木を細かくしたものを、だから繊維が短いじゃないですか。だからこの繊維が長くて絡みやすいものをで作った紙と、もう
チップで細かいそのチップで作ったものはこういうふうに切るとすぐ切れる。これは切れませんよ。それだけ繊維が長いから絡んでるから。それでね、やっぱりこの用紙は長持ち、まあ50年とか100年経った場合に持ちが違うようだね。用紙と和紙では、和紙の方が倍も2倍も長く持つようですよ。 Japan has changed a lot in the past century. It is difficult for the publishers to follow the old ways. To keep ukiyo-e printmaking relevant in today's society, they have made their own choices. もちろん素材っていうのは私たち の, その伝統の木版、いわゆる浮世絵の版画にとっては大変重要なもので、和紙とあとはまあ絵の具もそうですけれども、あと木ですよね。でやっぱり一つ一つ、例えばすりし の, そのバレンの皮だとか、あと刷毛ですよね。で全ての材料がやっぱ自然のものなので、非常にこれだけ世界の自然環境が変化していくと、やはり、まあ、今まで取れてたものが取れなくなったり質が悪くなったりという状況がありますので、ですから一番はやっぱりその、まあ、版木ももちろんそうですね。だから山桜というもの自体は江戸時代から大変高価なものですけれども、ですから、まあ、うちなんかは数年前に原木をお譲りいただくちょっと機会がありましたので、もう少し買って無垢の状態でですね、買ってそれをこう置いて、で必要に応じてそれを切って使うとかっていうことはしてます。 The Adachi Institute aims at making reproduction of ukiyo-e prints by employing the same skills, techniques and materials that were used during the 18th and 19th centuries. 浮世絵の場合は無垢板を使いますが、いわゆるこうエディションがあって100なり100すって終わりのような現代作品に関しては無垢板ではなくて、その合板でですね、こう中は別の木材で表面だけが山桜っていうようなものを、まあ版画用の画材屋さんが開発していただきまして、でそれを使わせていただくことだったりとか、ですからそれは皆さんの、そういう木版に携わる人たちの工夫によって少しでもそういう無駄のないように使うっていうことも重要になってきているのは現状ですよね。The thick, luscious Japanese paper. I want to eat this. It looks so tasty. And this is what I saw in a Canadian gallery more than 40 years ago. There were prints on the wall just like this. And I looked at them. How did they do that? And I didn't think, oh my God, I'm going to become a printmaker. But that was the seed where I decided to try making these things. And here in our shop now, we're trying to pass on that same message to everybody else on this planet. They're nice. David Ball moved to Japan in the 1980s to pursue ukiyo-e, far different from traditional practices. He is a self-taught carver, printer, and also a publisher. When we're making a reproduction, one, we need an original copy to start. So if we've got an actual print, we could put a piece of paper on top and delicately trace it, scan it, put it on a screen, and I can make it much larger than life. And that helps me trace really, really accurately. Then when it's time to carve, we put it back down to the original size and away we go. I mean, this is bad because we're supposed to be using traditional techniques. I think this is okay. It's the same wood, it's the same carving, it's the same printing. This plywood doesn't show in the finished print.
If something old still has relevance and meaning, we will keep doing it, and as a result, it will live in the modern world. That's all. It's a really simple idea. Just make stuff that people like, be enthusiastic about it, talk about it all over the place, show people, and we'll have no trouble making a living. 今この木版画を特にあのジャンガーに関しまして申し上げると、あのやっぱり今を作っていかないと、浮世絵の復刻版っていうのはもちろん今あの一つに私どもの仕事としてやってますけれども、あの復刻版に関してはですね、技術の基本としてこの技術継承のためにも大変重要なことになるわけですけれども、あのやっぱりそのこの技術をより時代につなげていくためには、より今を作って今の人たちが楽しめるあのものを、付加価値のあるですね、オリジナリティのあるものを作ることで、やっぱりその技術が魅力的であり、あのこの後も残っていけるものと思ってますので、なのでまあですから、どちらかというと今はやはりアートというその付加価値のあるものの中にその技術をあの投影しながら、反映あの活用しながら行くことが、やはりこの技術を残していく道の一つじゃないかなとは思います。50代編がいないんです。バブルってありました、日本にはバブル期が。その時に木版なんかを継がせたっていいことないと思うから、親が継がせてないんです、外に出しちゃってるので。今やっぱりね、伝統工芸に目を向けてくれる人たちが来てるんです。その時にこの中間層がいないんです。教える人たちがちょうどいい世代がいないんです。で、教える人たちはもう80近くなってから、教えるってことは習うよりもエネルギーが必要なんです。 Although there are less than 50 craftsmen in Tokyo, we can see a silver lining. Subsidized by local governmentApprentice like Abby Sayumi entered the industry out of interest. She is now apprentice to Mr. Sekioka. 細かいところを小刀で彫るっていうのが、やっぱり最初で形を決めないといけないので、書いてある絵通りにやるのが大変で、あと最後のさらいっていう作業も、そのせっかく彫っても線をかけちゃうとまた彫り直すことになるので、すごいいつも緊張感を持ってやってるのが大変です。うちの弟子4人ともそうなんです。結構、まあ、気が強いっていうか、あのあれなんで、そういう気が強いっていうのが、なんか、ね、粘り強いっていうかね、まあ、根気があるっていうか、あの一人で最初から最後まで全部やり終えたところが嬉しかったですね。やっぱりあのこの1枚彫るだけでも結構時間がかかって、何工程もある大変なあの仕事だと思うので、1ヶ月でもかけて一人でできた時は嬉しかったです。 No matter what, the craftsmen are ready to devote their life to 浮世絵. IndeedEach copy is a product of beauty and craftsmanship. みんなの評価として、これは下手だとか言われたくないしね、そういうところはまあプライドとかも当然ありますし、そういうんで、まあなんとかあの自分がやってる仕事やるときは一生懸命やっていいものを残そうとは思ってます。こうじゃない、ああじゃないって教えるんじゃなくて、見て人の所作を見て覚えた。若い兄弟弟子が大勢いましたので、 あいつの技がいいな、こいつのやり方がいいなというふうにね、あの見て覚えるもんですよ。これね、親方がこれやんなさい、あれやんなさい、こうですよっていう教えはなかった。綺麗に早くってのが、まあ、その常識といいますかね、人より早くやれば優越感があるじゃないですか。人が1時間で終わらすものは30分で終わらす、こういうことに励みましたね。やっぱりこの伝統を携しちゃダメだっていうのもありますし、で、まあ、うちの親父もこういう、ね、流れ作業とか、まあ、いろんな仕事をこなしてきたので、やっぱり自分もそこに、まあ、つぎ込んでいかないと、やっぱり
成り立たない場面も出てくるんで、そういうところを見て、でやれればっていうので、ここまでこう来られたなっていうのもあります。はい、自分はまだ28年目になるんですけども、まあ、まだまだ勉強のところもあるし、やりながら勉強っていう形をとって、でそれぐらいのレベルの高いところを目指して頑張っていければなと思っております。やっぱりその刷ったものからやっぱ良さを自然と感じ取っているんだ、それぞれがですね。それは人それぞれその良さっていうのは感じ方は違うと思いますけれども、やっぱその和紙にその水性の絵の具ですり込んだ時の、それは人それぞれ職人さんそれぞれによってやっぱ生まれ方、その発色も違うわけですし、そのやっぱインクの印刷でただ刷ったものとの違いっていうのはやっぱ日々触れる中でやっぱそれは魅力だと思いますし、でそれはそれぞれ携わっていく職人たちのその日々の努力も見てますし、そこを感じながらこうやっぱぜひ残していきたいっていう思いはありますよね。